ぞ、お前。はい、本日はね、こちら汽車ポッポさんに行きたいと思います。ゲルさんは初めてなんですよね。初めてなんです。あらら、ここ、まあ、はい、ここはね、面白くて、美味しくて、そしてボリューミーですから超おすすめなんでね、行きましょうよ。外観がすごい良かったんですよ、ね、そう、これね、なんか汽車をモチーフにしてるみたいですよ。後で、まあ、聞いてみたいですね、ね、どういう、そうだね、確かにね、行きましょう、はい。大事かと思います。そうだな。じゃあ普通に、普通にというか、焼きそば頼んだことなくない？あ、ないね。うん、ね、で塩焼きそばあるから、塩焼きそばにしようかな。もう大盛り、うん、オッケー、で行きましょうかね。はい、よろしいですか。はい、じゃあ頼みましょう。どんな感じで。すいません、いけないですか。はい、ちょっとバラバラするんですけど。全然大丈夫ですよ。いいですか。はい、モダン焼きのモダンそば、はい、の、ちょっとゲールさんお腹減ってるんで、超大盛りで。超大盛り、超大盛りで、普通の大盛りで。大盛りで、超大盛りとかあるんですか。ないです、ないです。できますか。できますけど、本当にやばいですよ。あ、じゃあ、まあやるだけやっていいです、せっかくなんで。いけますね。はい、はい、じゃあそれで、ま、食べます。食べます、大丈夫です。こっち側の裏メニューですか。あ、裏メニューで、あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。ありがとうございます。で、あといらんこと言う。あとハッピーオムレツ。はい、ハッピーオムレツでいいです。普通で、全然普通で。で、あと、ちょっと頼んだことないですね、塩焼きそば。はい、はい、これも、ね、じゃあ大盛りにしようかな。で、はい、で、お願いいたします。以上で、はい、お皿と鉄板はどうしましょう。あ、ください。お皿か、鉄板にでやる。汽車だとお皿がいい、はい、私はお皿がいい。じゃあお皿で大丈夫、はい、お皿でいいですか。はい、お皿でお願いします。え、乗るこれ。いい、違う、いつも。あ、そうか、そっちか、そういうことか。はい、お皿で大丈夫です。はい、取り皿大丈夫ですか。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい、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 失敗したらやり直させてください。はい、どうも。あ、
あ、大丈夫ある。ここ国道なんですよ、はい、なんでここから玉野はもうずっと道が繋がってて、逆にその高松とか香川に行く人、そうそう、あのフェリー乗り場に行く通り道だったのでトラックが多かったですね。で前はその中央ぶり台ぐらいまで空き地があったんですよ。片側一車線だったんで交通量が取れた、そうですね。仕事があったらどうする。吉原に会いに。ってわけではないです。もうマヨネーズまでじゃないです。もう特別大したことはやってないんで。マヨネーズ、それにマヨネーズ、ソースにマヨネーズ。そうです、そうです。でもこのお蕎麦が結構味がしっかり。そうですね、蕎麦の味はしっかりついてると思います。まあお蕎麦屋さんのおかげです。テレビの取材とか結構あったりするんですか？依頼はたまにありますね。断ってます。めっちゃ取られちなみにあのお昼と夜はやの間にお休みとかあって、あります、あります。2時間、3時、5時、一番空いてる時間って。まあそうですね、まあ2時ぐらいかな、はい。これがあの先ほどの記者の上に乗ってきます、乗ってきます。
重い。撮りましょうか。はい、行きますよ。これやばいな、本当にすごいよ。ほら、ちょっと一回ナオさんの手と比べようか。はい、かなりやばいな、これいいですか。はい、どうぞ。まずあのこの記者のこういう感じにしたのはやっぱなんか理由みたいなのあるんですか。で、僕の母がやるときに、はい、あの祖父が、はい、おじいちゃんがなんかどこから見つけてきたみたいで、なるほど、はい、他でどっかでやっとったのをなんか見つけてきたか、あ、このレールとかが、そうです、あのやってるとこがあったみたいで、え、聞いてます。実際よくわからないんですね。じゃあもうかなりこの車両というか汽車も長いし、もうあそこにも2台あるんですけど、もう変えて変えて、この前も急に走らなくなって、それでも休み、いや休むのはまだ違うんですけど、まだ別の緩い店なんです。
もうできますよ、ね、できます、はい、まだ何もないです頑張ります。あ、うまくできます。いらっしゃいませ。お二人とも今日のメニューは初めてですか？僕は初めてなんだな。私前から3回ともこれ。もうリピートして。どういった感じでそのリピートするんですか？なんかそのなんかここがとか、なおさん的に。これめっちゃ具材がほんとゴロゴロ入ってる。あのエビとかイカとか、なんかまあそば飯。あとまあ卵、めっちゃ具材がたっぷりで、しかもボリューム満点で、お味噌汁とこんなものまでついてくるから、うん、いつもこれスタミナ飯ですね、もう。そう結構ね、学生さんとかに人気みたい、うん、やっぱこう、絵描いてくれるじゃないですか、うんうん、これが映えるっていうことで、はい、今まであのスヌーピーとか、うん、あとマイク・ワゾースキー、モンスターズ・イクとか、あれ描いてもらったね、うん、毎回これ今回ドラえもん初で。行きます。かわいい。結構なんかぐさっていう感じが。厚みがもう埋まったヘラが。あ、でもあのこのキャベツですかね。うん、なんかまたいい感じになってます。一回ここかな。うん、入れましょう。これ。おお。すごい。ね、キャベツもしっかり入ってこの中の。お肉とか。こんな感じです。戻りおるから、駅長さんが、あ、違うか、社長さんか、そうやな、うん、ケーキみたいな感じですね。でもね、この厚さというかちょっと失礼ですけど、なんかでもそんだけ詰まってると。うん、この中のやっぱソースがしっかりなんか効いてて、でまたさらにマヨネーズかけることによってなんかマヨラーとか飛びつきそうな味になってます。はい。コクも増すし。うん。めっちゃうまいです。ありがとうございます。めっちゃこうしっとりって感じじゃない？そうそう、なんかもう昔ながらで、なんかあの、そうですね、昔ながらで。めちゃめちゃ。なんかもうこの中の先ほどのソースですかね、お蕎麦に
絡んだ、それがもうちょうどいい加減で、もうなんかマジでマジで正直はい、うん、ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。